えこの「思想のない道徳」シリーズの2番目「性の黄金律」えー、っとですねまず倫理からいきたいということですね相手の断りつまり何をしなければならないとか何をしてはダメということを相手だけに絞ってやるということですね。まあ、あの例えば社会的にこれをしてはいけないとか社会的にこうするべきだとか人間としてはっていうことじゃなくて相手に絞ったものが倫理なんですね。 私の定義によると道徳いうのは非常に幅が広いんですが、まあ、倫理というと相手倫というのが相手という文字理というのが断り相手の断りですね。この性の黄金率倫理の性の黄金率のあるんですねこれはあくまでも倫理なんですけど道徳の性の黄金率じゃなくて、えー、倫理の性の黄金率これはですね相手がしてほしいことをしなさいってやつなんですね、えー、とこれ私はですね。 えー、性の黄金率と次回に述べる負の黄金率のですね、えー、学校時代に学んでおけば随分良かったなと思うところがあるんですね。というのはあの例えば性の黄金率これはまあこれはあの例えば小学生でもですね1年とか2年の心がまだ柔らかい時にですね、えー、先生があニコニコした顔でですね 人人間っていううのはそれぞれぞが違うんですよとだから、えー、自分が何かをしたいからそのままするっていうんじゃなくていつも何かをする時には特に相手に何かをする時には相手がしてほしいことをしなさいねと相手が喉が渇いてたら水を飲まないって言って水をあげてもいいしそれから相手が寒くて困るっていう時は、まあ、もし自分に余裕があれば相手にコートを着せてあげたり。 あのしたらいいいんじゃないですかとそれから、えー、世の中にはいろんな人がいて貧乏な人もいるしお金持ちの人もいる心が寂しい人もいるし、まあ、いろんな夢を持ってる人もいる、まあ、その人が相手があしてほしいこれは「倫理ですね「相手倫ですね「利」まあ「欲しい」っていうのはこれ、えー、理屈というわけにいかないんですが、まあ、希望ですね。だから相手がして欲ししていいいこととをしなさいというのは まあ倫理の性の黄金率なんですけども誠にその通りですねもしもほとんどの人が相手がしてほしいことをしてあげればそれは、えー、といざこざは非常に少なくなるでしょうね。えー、例えばだどっかに座りたい人がいる疲れ切って座りたい人がいるその座りたい人は座りたいわけですから相手がしてほしいわけですから、えー、どうぞこの席にお座りくださいと言って自分が電車で立つと。 いうことはまあ言ってみれば一つの性の性黄金率ですよねそれからまあひもじい人に物を食べ物に苦しんでる人に食べ物をあげるとか戦争で苦しい人に平和が望んでる人に平和をあげるとかいうことですねこれはまあおせっかいにもなりますしそれから相手の教育にならないという人もいるでしょうねわがままになっちゃうから。 だからそれはもちろんあらゆることは利点もあるし決定もあるんですが、まあ、まず一つはですね道徳のまず基本は相手がしてほしいことをするんだと相手が嫌がることをしないんだということですね。ここれはまああの非常に重要なととだと思うんですねそれからまあ、えー、っと自分の行動もそうですしそれから相手が何をしてほしいかということを考えるということですね。この,あの社会は いいろんな人がいるわけですよね子供は子供だしそれから成年期にはまた思春期で悩むしそれからそれを成長すると今度は結婚相手、まあ、結婚したいと思ってる人がいるまあ私なんか「ラビット!」界っていうですね長く独身の男性と女性が会う機会をまあ作ってるわけですね。えー、まあ,あの普通に名古屋の中で私名古屋に住んでるんで名古屋の中でそういう人たちを。 あのまあ、ちょっと集める時もあればそれから名古屋の人がどうしても東京の人と結婚したいという時は今までも東京のホテルの喫茶店でお見合いをしたりですねそれから東京の人を逆に名古屋とか大阪の人を名古屋とか来てもらって、えー、お見合いをしたこともあります。これは、えー、結婚ししたいといいいとう時期がががありりましてねぐ、まあ、ぐらいから40ぐらかなんですが、まあ、そのの間に周りの人が 相手がしてほしいことをすればですね、まあ、結婚すするる人も増えるわけですねそれからまあ子育てなんか始まったりさらに50日近くなるとまたいろいろ退職の問題とか、えー、病気の問題というのは生じますから、まあ、それによって相手ががししてほいことが変わりますそれからまあ定年を迎ええー、老齢になってくるとまた変わってくるわけですね心が寂しい人も出てくるし、えー、みんなに相手に、えー、されない人も出てきます。まあ、それは 例えば、えー、定年後になって70ぐらいになってほとんど友達がいないっていう人もいるんですけどもそれはもちろん本人の責任でもあるんですよ。本人が若い頃まだ力のある頃ですね、えー、思う存分わがままを言ってたので、えー、その人の周りから1人去り2人去りですね、えー、やがて70ぐらいになるとほとんど誰も相手にしてくれないだから本人も不満になっていつも不満だけだらだら言ってる。 余計にみんなが近づかないというふうになるんですがそ、まあ、その人のの人過去うういいことを責めてもでですすねね物事は良くならならわけです、ね、やっぱり私はそうではなくてその人がやっぱり過去を反省するにしても反省しないにしてもですね、まあ、その人がしてほしいことをするべきだとしてあげるべきだと思うんですね。これがまあ正の倫理の道徳じゃありませんよ倫理の正の黄金律というものなんですね。これをぜひ 小さいうちからですね少しずつでもいいから子どもたちに簡単なことですからね相手がしてほしいことをしなさいねと友達がしてほしいことをしなさいねっていうふうに教えていけばいいわけですからこれは相当ですねやっぱり人の心の中に溜まっていくと思っています。